OJ シンプソン事件はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスブレントウッドで1994年6月13日にニコール・ブラウンとロナルド・ゴールドマンが何者かに殺された事件。ブラウンの元ウッドの OJ シンプソンが6月16日に逮捕されて1995年1月25日から10月2日まで裁判が行われた。被疑者。 被告人となったシンプソンが著名なアメリカンフットボール選手であったことから全米のみならず世界中の注目を集めた。刑事裁判では殺人を否定する無罪判決となった。1994年6月13日午前0時10分頃、シンプソンの元妻とその友人の刃物で刺された血だらけの死体がカリフォルニア州ロサンゼルスブレントウッドにあるニコールの自宅玄関前で、 発見されたことから始まった。ゴールドマンは180センチメートルと長身であり、格闘技の達人であったため、体格や腕力の勝る男性による犯行が濃厚と考えられた。事件発生後、イリノイ州シカゴにいたシンプソンは、警察からの連絡で、ブレントウッドに一番早い便で帰った。飛行機から降りたシンプソンはいきなり手錠をはめられたが、 顧問弁護士であるハワード・アイズマンによりすぐに解かれた。その後もシンプソンは冷静に対処し、一度釈放された。その後、6月16日に第一級殺人罪で逮捕令状が降りた時、シンプソンは友人のあるカウリングズの運転するフォードブロンコの助手席に乗り、ロサンゼルスのフリーウェイでパトカーの追跡を振り切ろうとしたため、カーチェイスを展開する事態となった。 その際には逃げ切ったものの、それから2時間後にシンプソンは逮捕された。なお、この逃亡劇は全米のテレビで生中継されたために、ロサンゼルスでは逃亡するシンプソンの車を追いかけるものが多数出現した。また、全米中がテレビに釘付けとなり、食事の手間を省くためにピザの注文が急増した。ちょうど行われていたバスケットボールリーグ、 NBA ファイナルニューヨークニックス対ヒューストンロケッツの第5戦は忘れられて、テレビ視聴者の中からは、ゴー、おい、という声も起きた。シンプソンがブレントウッドの自宅に到着した直後、その後裁判で、シンプソンの主任弁護人となるロバート・シャピーロも、シンプソンの自宅に到着し、シャピーロ立ち会いのもとで逮捕されることとなった。なお、この際にシンプソンとカウリングズは、 武器を所持していたことが確認されている。シンプソンが逮捕された後、多数の出版物が彼の写真を掲載した。タイム氏は彼の皮膚を暗くし、囚人 ID 番号のサイズを縮小した顔写真を表紙に用いた。一方、ニューズウィーク氏はオリジナルの写真を表紙に用い、対照的な2氏が書店のスタンドに並ぶこととなった。タイム氏には市民グループからの抗議が続いた。 後に写真を加工したタイム氏のイラストレーター、マット・マフリンは、より巧妙に、より注意を引きたかったと語った。OJ ・シンプソンを第一級殺人罪の被告人として、ロサンゼルス軍のカリフォルニア州最高裁判所で1995年1月25日から行われ、10月2日に殺人を否定する無罪判決が行われた。太字になっている人物はリーダーである。 裁判官乱水党検察側ギルガー・ゼッチ、ウィリアム・ホッジマン・マーシャ・クラーク・クリストファー・ダーデン、ブライアン・ケルバー・グリサ・カーン・ベンゴダン・ヘンリー・リー・ロバート、シャピーロ・ロジョ・ニー・コクラン・バリー・シェック、ピーター・ニュー・フィールド・ジェラルド・ウルメン、フランシス・リー・ベリー・アラン・ダー・ショビッツ、マイケル・バーデン・ロバート・カーダシアン・リーダーが二人となっているのは、リーダーを争って最後に喧嘩別れとなったためだと、言われている。 ドリームチームシンプソンは全面無罪を主張し、陪審裁判で決着をつけることとなる。シンプソンの裁判では、ロバート・シャピーロや、ジョニー・コクランなど、全米で有名な弁護士、検察官が出揃い、正規の裁判と呼ばれた。しかし、弁護団の方が、質量ともに検察をしのいでいることは、誰の目から見ても明らかであった。なぜなら、弁護団は、ドリームチームと呼ばれるほど、 経験豊富で有名な弁護士ばかりだったからである。そのためか、この事件を題材にした書籍、クレイゾーンでは、単独の検察、全米選抜の弁護団と称された。なお、シンプソンの弁護費用は、当時の日本円にして5億円と言われており、その規模の大きさが伺える。大陪審検察は、検察側に有利な大陪審で、基礎の決定を行おうとしていたが、 その直前ドス死刑は、大いに怯えるニコールが、警察に助けを求めた911番の録音テープを公開。弁護士側は、警察が漏らした911番のテープや他の、情報は大陪審の裁定に著しく偏った、予断を与えたとして、大陪審の解散を要求した。判事はこの動議を受け入れて、大陪審を解散し、 予備審問へ基礎の審理が持ち込まれることになった。売審員被害者が白人で、加害容疑者が黒人だったため、この裁判では人種問題が大きく取り上げられた。人種偏見によって裁判が行われてはならないとして、判事は黒人でも白人でもない日系アメリカ人の乱水筒が選出された。なお、人種問題は検察の休憩にも影響した。死刑を休憩すれば、 黒人だからだろうと黒人住民に避難され有期懲役を休憩すればスーパースターだからかと白人から避難されたからである。そのこともあって結果的に検察側は仮釈放なしの終身刑を休刑した。弁護団は陪審員を黒人が多い地区から選出することを要求し採用された。また白人が選出されても検察、弁護側に認められている。 戦端的拒否権を弁護団が最大限に行使した結果、陪審員12人のうち区人を黒人にすることに成功した。このように弁護団は殺人事件ではなく人種問題という観点を裁判に持ち込んだ。報道裁判の過程は全米のメディアで逐一報道され、全米ネットワークのテレビ局やゴシップ氏は専門のチームを結成し、裁判の報道に当たった。 真実の解明よりもスキャンダル性を重視したこれら、マスコミの報道によって、陪審員の判断が左右されるのを防ぐため、陪審員は裁判所によって一時期ホテルに隔離され、新聞を読むことやテレビを見ることも禁止された。系統競輪裁判の過程で検察側の証人として登場した、シンプソンの家で犬の散歩などさせていた、イソーローで俳優の系統経輪が、 シンプソンのアリバイを崩す重要証言をして一躍有名になり様々なメディアに出演しファンクラブが結成されるなどこの裁判で一番得をした男と呼ばれた裁判検察は下記の点からシンプソンがニコールを殺害した犯人だと主張した一方弁護側は検察側の反証として以下の点を挙げて反論した検察は 凶悪事件を裁くのが好きと言われる検察官クラークを筆頭に被害者の血液がついた証拠品が多数発見されたことや加害者の傷や過去の振る舞いから犯行を立証しようとした。一方、警察に対し根強い不信感を持つ黒人弁護士の国乱を主とした弁護団は検察側の挙げた証拠品の信憑性や人種問題について反証した。 犯行に使用したと思われる手袋が、シンプソンの手に合わなかったことが陪審員に合理的疑問を抱かさせてしまったことや、手袋を発見したとされるマーク・ファーマン刑事が人種差別主義者であったこと、警察の証拠管理のずさんさも重なって、裁判は弁護側へ有利に傾き、最終的には1995年10月2日に、陪審員は全員一致で、無罪と結論し、 そのまま判決となった。アメリカでは無罪における検察の上訴は憲法修正第5条により認められていないので、シンプソンの無罪が確定した。評価リジー・ボーデン以来のアメリカ史における犯罪学の象徴となり、以降様々なジャンルで取り上げられることとなった重要な事件となった。DNA 解析の専門家として召喚されたキャリー・マディス博士は上記にある 結婚が見つかる前に、シンプソンの採決を行ったという科学的手順に、乗っ取っていない捜査を批判し、自身の著書、ダンシングネイキッド・イン・ザ・マインド・フィールドの中で、LHK 科学捜査班について、車のナンバーの二桁を見ただけで、犯行車両と断定するに、等しいと、DNA 解析技術の低さを指摘している。無罪を勝ち取ったシンプソンは二度と起訴されることなく、 それ以上刑事裁判に立つ必要はなくなった。しかし、シンプソンにはもう一つの裁判が待ち受けていた。フレッド・コールドマンラによる民事裁判である。裁判長には日系人の広志藤崎が選ばれた。憲法修正第7条によって民事裁判による保証賠償と懲罰賠償をする要加害者に求めたのである。刑事裁判と民事裁判での違いは以下の4点であり、 シンプソンに不利な要素も多かった。刑事裁判は合理的に疑問があることを弁護側が示せば無罪であり、合理的疑問を超えなければ検察側は有罪に持ち込めないが民事裁判では証拠の優越性が問われ51%の有の証拠を示すことが勝敗の鍵となる。刑事裁判では陪審員の全員一致が原則で一人でも反対意見があれば、 全員の意見が一致するまで話し合いが持たれる。このため、少数意見が最終的に採用される可能性がある。これに対し、民事裁判では全員一致は必要とされずに、70%の陪審員の意見が一致すれば決定が下される。刑事裁判の行われたロサンゼルス市では、陪審員に黒人が多く選ばれたが、民事裁判の行われたサンタモニカ市は、 資産家が密集する地域で、売信員には白人が選ばれる可能性が高く、実際に白人が多く選ばれた。刑事裁判では、憲法修正第5条に規定された自己不在拒否特権により、シンプソンは証言を拒めたため証言台へ立たずに済んだが、民事裁判では、憲法の当該規定が適用されないため、拒める理由がなくなった。 証言を拒んでしまうと陪審員の印象が悪化する傾向があるため証言台に立ったものの事件前にナイフを購入した理由シンプソンの刑事弁護士がアリバイ崩しの目撃をしていながら裁判の証言を拒否した女性に多額の金を支払った理由事件当日の朝にガールフレンドから留守番電話で別れを告げられ事件直前に8回もガールフレンドに電話していた 事件発生9ヶ月前に、事件現場の靴跡と同じ靴をシンプソンが履いていた、写真の存在などといった、原告弁護士からの質問に対し、シンプソンは、覚えていない、知らないなど曖昧な証言に終始した。そのため結局は、事件への関与を強く否定する反論ができずに、陪審員の心証を悪くした。これらの他に、刑事裁判にて、 金銭的に苦しくなったシンプソンが、ジョニー・コクランを雇う金がなく、代わりに、コクランの友人を使ったのに対して、原告側の弁護士が、チームワークで最強を誇っていたことやファーマンの人種差別発言を武器にしないことなど、不利な要素は多くあった。このような中で1997年に、原告側の請求が認められ、父親に722万5000ドル。 母親に127万5千ドルの保証をするように命ぜられた。しかし、シンプソンの主な収入である NFL 選手年金は賠償金支払いのために取り上げることが許されない性質を持つため法的に保護されている。1994年この事件は映画化された。2016年、米ケーブルテレビ局 FX によってアメリカンクライムストーリー オージェシンプソン事件として連続ドラマ化され、同年のエミー賞、リミテッドシリーズ部門で、作品賞打球部門を獲得した。ありがとうございます。